走るのが一番時間かかったの。ごめんね。見つけた？見つけたよ。さあ、それでは橋本の準備ができたらいきます。いいですか？それでは愛の告白どうぞ。好きだよ、大好きだよ、愛してるよ。せーの、ずっと一緒にいよう。私でもやっぱ下向くと思うわよ。なんも絶対、ね、下向くよね。絶対選ばれたのってあんま行きたくないもんね。やだよ、難しいよね。でも行ったら行ったらね、思い出になる、うん、そうだね。壁ドンの壁にもさ、うん、ちゃんとサインとメッセージが、うん、そうそうそう。でもあの壁意外と重いんだよ。重いんだよね。ちょっとお荷物になっちゃったよね。そうね、申し訳ない。でもなんかホールならではだよね、座ってくださいとかいう演出も、うん、確かに、うん、そうだね。そう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 、俺だったらどうしようかと思ったそうだよ ねドキドキするよね。そのドキドキ感がいいですよね、うん、そうそうそう。そしてね、壁ドンの後にはあれですよ。あれね、おやりました。おお、天秤ね。大好きなしりとり、私の大好きなしりとり得意なしりとりをね、今回足合わせられてるんで。来てくれた人さ、何言ってるか分かったのかな。あれ聞きたい。結構はっきりしりとりしたつもりだったんだけど、そうだね、聞き取れたかな。聞き取れたのかな。みんな来てくれた人いますか。聞き取れないのもあった。ゴリラ、ゴリラ、まあ、ゴリラは言ったけどもちゃんと聞こえたよ。まあでもね、ちょっと聞こえづらい。あ、でも意外と聞こえたっていう。あ、いいね、いいね。あ、ハモリがね、意外と聞こえなかったもんね。そう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 。ああ、確かに。あれ ね、うまくいきましたよね。いや、あれはもう、本当にあの本番で何言ってやろうかなってすごい考えて、しりとりだから。こっちも何来るかなって思ったから。やっぱ決まりました、よかった。ね、最強バックコーラス。しかも、ハッシュはさ、練習でも毎回違うのやってくるから。そうそうそう。あれやめてほしいよ。本当、毎回こう、変えてくるから。え、でも、やっぱそれでも対応できる、もうバックコーラス最強と思って。いや、まあ、嘘は良くないよ。何言ってんの。ゆるか、おかしい、おかしい。見てもらう。かっこよく決まってるから、これ。きますよね。
私とバックコーラスで戦いたいと思います。このブス大手だからこのブスすき焼きキウイイカの塩辛ラッパーパイナップルルビービスケットドラペットトクリリンゴゴリララケットトッポボシボボハゼシュー。やばい、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 やばい。まさか最後がボシボで終わりだと本当に思ってた。なんかすごいだね。たまたまじゃん。いや偶然にもね、たまたまボシボになっておしゃれだよ。いやほんすごい、だってコメントもすごいね。ほんとだ、すごいね。天才とか来てるじゃん。マジマジみたいなね、すごい盛り上がってるね。いや盛り上がってるわ。みんな理解してくれるよね。大丈夫だよ。またやろうね。やろうやろうやろう。次だからお客さんにね、この時も言いましたよ、お客さんにお題もらってやると。やっぱバックコーラス最強なんで、うちの子の子たちできるんだよ。いろいろお祝い、みんな大人だからな、わらわらってコメントがありましたけど、楽しかったね。楽しかった。今回のツアーでね、毎回違かったけど、そうなんですよね。またあのスペシャルバージョンで、はいはい、お届けしましてね。よかったです。あとなんといっても私的には、はいはい、勇気スーパーボールで、うん、あれなんて言うんですか、エアバースト。エアバースト初だよね。初です。いつもはさ、こう銀テープがバーンとかはありましたけど、うん、そう、音がすごくて、すごかった、ね、でもね、なんかね、こう来る場所ちゃんと分かってたから、うん、ちゃんと私はね、普通にAIも一番いいアクションで入れて、もちろん、そうそうそう、ちょっとね、その映像を見てもらいたい。ぜひ、一人なんか様子おかしい人いる。左下ぐらいのメンバーを見ててもらえると、はい、ちょっとね、何ですか、ゆうきすぱぱ、なんかすごいの後なので、あ、これですね、今2番、あ、1番の全然普通だったのに。いや、まあ、リアクション、リアクション芸最高。
リアクションゲーって感じじゃねえよ。ゲーではないんだけど、ね、そのね、そのぐらいリアクション、いやあれはすごかった。面白かったですよ。そうかのね。あとはね、なんだ、あとみんな何が見たいか、ハピネスで、みんなトランポリンしたじゃん。したした。あ、みんなトランポリンね、ジャンピングポシボ、そう、いや見てほしい、楽しかったよね。楽しかったね。で、若干1名飛んでないっていうね、噂が、ね、なんか、うん、誰だろうね、どれだろう、誰だろう、わかんないけど、またオトビ再来みたいな感じですよね。オトビのね、なんかピンプイ再来みたいな、誰だ、どんだけジャンプしてもやっぱそっちに目いっちゃうね。オトビは一緒ね、飛んでられるんだよね。こっちだって運動できないね、割には結構頑張って飛んでもやっぱもう全部持ってかれちゃうな。そういうとこあるよね。頑張っても別になんかまあ報われないことってあるなーって。人生うまくいかないよね。うまくいかない。見ようよ見よう。不満ばっかり言ってくれる。ごめん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 。見ましょうかね。見よう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 。あのグーチョキパーして飛ぶやつ、こうやってね、うん、足をね、一応みんな練習したんですよ。したした。それできなかったんだけどね。本番はやんなかったけど、ハシモンの練習でも結構いい。何何いきます。なあ、いつまで撮ってんの。かわいいでしょ。で、違う日のやつもあるよ。うわっ、待て、わかんない、そこしか、もう一回なんか歌ってる、何じゃ、何歌ってんの。子供、ちょうちあいちゃん、超ちっちゃ超ちっちゃいんだけど。かわいいでしょ。うわ、こけてんじゃん、こけちゃってんじゃん。あいちゃん、かわいいのよ。かわいい、こんな感じ。
こんな感じでございます。いやこれは本当になんか声出すつもりなくても確かに、ね、出ちゃったから声出んのみたいな声出ちゃう。いや本当出ちゃう。あの人生であんな声出したことない。かわいいよ。私はかわいい。いや本当にあんな声出たことないよバイバイでしたよ。いや全然ハシは最近素直になるのよね。可愛いって言ってんのに、ね、だってかライブ中もハシモンがオープニングで緊張してて、あー緊張するって言ってて可愛かったって言ったら、あめっちゃ緊張するって言ってましたとか言ってないから、なんだろう。いや本当にだって事実なんだもん。みんなが嘘つくんですよ。本当は嬉しいんでしょ。でも何嬉しいの今の顔見せてあげたかった。やばい見たよ。超ウケた。やばい。一瞬のなんかにやけ顔みたいな。バカみたい。勘弁して。めっちゃ怖くなってる。いやいい全然ない。マシよマシよ。マシよマシよ。マシよマシよ。汗かいちゃったもうよだ。いや本当本当に。面白い。マジで本当に。いや良かったね。脱線したけど話がしたね。あとねちょっともうちょっと見たいね。見よ。結構今日めっちゃ見せてるね。見せてる。みんな楽しんでくれてる。大丈夫。私見たいの言っていい？いいよ。ダコタマが。あいいじゃん。いいんですか？見ちゃってこれ。新曲新曲。見ちゃう。新曲。取れたてほやほやですよ。そうだよ。初披露だからねこの日ね。大丈夫これ。うち見てみたいもん。みんなも見たい。ここで初めて聞く人もいるんじゃない？今そうかも。来てない人も。今回さ握手会でさ短い時間の間にさみんなこう伝えてくれる言葉で結構ニコタマ良かった。多かった。多かったよ。あとなんかツイッターとか見てたらさ二子玉川がすごい好きみたいな。ね、うん、うちの母親も見に来てたんですけどこの日。二子玉川めっちゃいい曲だねって言ってて。うちの母親見てた。ね。あれお母さん世代にも響きますよ。いや誰ですか。いや歌ってる本人ですけど。どういう世代だ。いや響きます。本当に本当に本当みたいな。いや本当に届きますよ。きっとね私たちの思いがきっと届くなって。母にね、母が褒めてくれたことによって自信つきましたから。うん大事大事。いや本当にマジで面白い。見せようね。見せましょう。あれいいよね。Thank you.
ね、しみるね、うん、7月8日発売でございます。よろしくお願いします。トリプル A 面の一つ、ね、このね、ミュージックビデオもいい感じに、あ、いい感じだと思う。実際に二子玉川に行ってね、うん、ロケをして、そうだね、早く見せたいね、あれ全部、そう、あの衣装もちょっとやっぱ二子玉川に似合う、お嬢様チックな、そうそうそう、衣装を着てたりするので、皆さんぜひね、うん、楽しみにしてください、いいと思います。ということで、はい、もうお時間もね、いや結構もうあっという間だったね、今日長いね、あと3分7分しかない、あと何にしようかね、まあ、でも結構もう後半ですもんね、これ最後2個ともアンコール部分だもんね、今、うん、いやでもやっぱね、あれじゃないですか、何、ん、愛しさの橋本さんのね、あ、最後ため、うん、ためてたね、あ、言われた、ね、握手会でも、さっきさ、その印象に残った部分って結構来てたよ、あ、来てたよね、さんのため、ね、そんなためてた、自分的にはね、あともう超いけたなって思った、今までで一番ためてた、いやなんか逆になんかいきなり止まったから、うん、なんかどんな顔してよと思っていや、いつもだったら下見て、うん、ま、橋本を待ってるんだけど、うん、あまりにも来ないからなんか、うんお前食べ過ぎだなみたいな、いやいやいや、よかったよかった、いや、本当ですか、あの、うん、お客さんの顔がすごい見えたの、あ、みんながこうグッと橋を見てる感じが、あ、でもすっごい静かになってくれたからすごい嬉しかったちょっとダウンダウンされたちょっとこっちもさ、ちょっとね、集中切れちゃうけど、いやもうシーンついてくれてた、いいお客さんだよね、ほんとありがたいですよ、あそこでも私ちょっと見たいなと思って、あ、見たいね、見たい、見たい、それちょっと伊藤さんのちょっと最後らへんから、うん、ね、見よ、そんなにラララの合唱から、うん、映ってますかね、私の顔映ってんじゃないですかね、切れてるかもしれないですけど声だけかもしれない、声だけでも見たい、じゃあ全部大切だよね、うん、結構リアルタイプっていうかさ、うんうん、すぐだ、まだほやほやの時間からさ、ね、今日はできてよかったなと、よかったよかった、本当に皆さん楽しんでもらえましたか、ね、何人見てんだろう、あ、確かに今は3000人いったかな、あ、どうかな、どうかな、おー、いってー、3000人超えた、イエーイ、ありがとうございます、嬉しい、スペシャルギフトはね、なっちゃんさん、村山でんべいさん、じーパパさん、ゴーさん、大輔さん、あと、竹内さん、いっぱいだね、のりおさん、なっちゃんとか、いっぱいいっぱい来てるね、なんだ、猫が好きさんとか、いっぱい来てる、あ、今日たくさんだ、嬉しい、ケンちゃん、え、また東京タワー立ってんじゃん、今、え、今じゃない、今かな、今タワー、これこれ本当に今、ゴーさんが今タワーってつぶやいてた、ね、花地さん、
そうやろ、まさかの東京タワー立つわけないやろ。すごい、まさかまさか立った最強のボーン、ボーン F 役さん、ありがとうございます。ありがとうございます。うれぴー、ありがとう。うれぴー、うれぴー、ありがとう、ありがとうございます。いや、なんかありがたいですね、最後の最後にね。ありがとうございます。え、2本だった。まさかね。嘘やろ。東京タワー。それは嘘でしょ。それは嘘か。あ、一本。それは嘘でしょ。そうだよね、そうだよね。いや、一本だけ。いやいや。ありがとうございます。いやでも本当ね。はい。もうポッシボーはね、もう皆さんブログでも発表があったんですけど、もうかなり、その7月8日に発売するトリプル MA シングルの発売イベントが、いや決まってますよね。かなり早いですよ。やばいよ。あさっ6月4日から毎週木曜日はアコースティックライブ、そう、池袋 HMV で始まりますよね、はい、毎週木曜日って嬉しくないですか。嬉しい。定期的にね、6月はあるので皆さん木曜日は池袋に集合してほしいなと思います、はい、あの今日もね、リハーサルしてきて、あ、そうなんですよ。ちょっと初めて歌う曲なんかもあったりするので、ね、皆さんぜひ来てほしいなと思います、はい、そして6月の6日が森タウン秋島。お、秋島久々に久しぶり、久しぶり、あの超覚えてる、ロビンがファイアボール歌って泣いちゃったみたいな。いやいや、うち泣いてないんですけど。いやいや、またまあでも自分的に結構印象的な。そうなんですよね。皆さんぜひ6月6日は森タウン秋島、はい、そして6月7日がアリオ川口、はい、お、これも久々ですよね。そうですね、ですね、見てイベントがあります、うん、そしてなんといってもね、ゴチちゃん6月12日生誕祭だよ。イエーイ。気づいたらさ、お、売り切れマジか、売り切れマジか、マジか、売れてる、乗ってるね、乗ってるね。そう、気づいたらこの五反田のライブが21歳最後のライブだったから、あ、そっか、そうなんだ、もうごっちゃん22歳になっちゃう、そうだよ、考えられないよね。あの後藤由紀が、場所はどこですか。初代ザ・ドワーズという場所で、はい、この間ロビンも、そうだね、やった場所で、はい、やらせていただきます。まあ暇だったら行くわ。まあね、暇だったら祝いに行ってやってもいいかな。いや、いいかな。めっちゃ見たら待ってるよ。めっちゃ見たら、皆さんすぐ売り切れちゃうからね、そう、ぜひ来てください。お早めにチケット、お早めに、よろしくお願いします。はい、ということで、もうね、五反田ユポート無事、はい、終わりましたけども、ポシボまだまだ、うん、上を目指してね。そうですね、なんといってもこの7月8日の発売する新曲を一人でも多くの方に届けられるように、イベントも一生懸命歌っていきたいなと思いますので、皆さん応援よろしくお願いします。